はい、こんにちは、イレくんです。いつも動画ご視聴どうもありがとうございます。今日なんですが、皆さん一番うざい呪文って何ですかね。水路、はい、正解、間違いない。あれはぐるぐるぐるしてうざいんですよね。皆さん、水路をされた時にどうしてますか？何もしません。は？何か抵抗はするでしょう。なされるがままです。わかりました。では今日は皆さんに、水路をされた時に防御とかね、避けるのだけではなく、攻撃で相手の水路以上にダメージを与える反撃方法を紹介したいと思います。はい、まず水路なんですが、こちらです。敵がね、ぐる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 ってして、範囲ダメージを与えてきます。こちら一応水の中に、プレイヤーユニット自分がいる場合でも呪文を唱えることはできます。ですので、数日前の動画でも紹介したんですが、有効な防御対策としてこのエクスパルソ、こちらコスト2なので、相手のコスト6をねすぐ止めれるのは非常に強いと思います。他にもコスト3ですが、援護城とかシチュービファイでも止めれると思います。はい、撃ってきました、水路で。エクスパルソを撃つとすぐ止まると。基本はね、こういう相手の水路を遮断させればいいんですが、敵の体力の方が少ないとか、もうすぐ敵が倒せそうとかね、そういう場合ある、間違いない。そういう時は、防御よりも攻撃なんじゃないの？はい、この水路なんですが、レベル10の時点で総合ダメージが415与えてきます。ですので、さっきも言った通り、こっちの体力が勝ってるとか、相手がもう死にそうとかなら、このね、ダメージ同じぐらい415を与えれる、もしくはそれ以上ダメージを与えることができるなら、攻撃反撃してもいいんじゃないの。いい、間違いない。ということで、水路の中にいる時、思い切ってこのアクアメンティで攻撃しちゃいます。いや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 、このアクアメンティで10本の水を飛ばすから、それ当たらないんじゃないのって。いや、水路の水によってね、繋がれて直線になってるから、基本的には当たるはずなんだよね。このアクアメンティの総合ダメージなんですが、レベル9の時点で10回攻撃して1回当たり48なので、だいたい480与えることができるはずなんです。さっき水路の総合ダメージいくらって言いました？レベル10の時点で415、それもコスト6かかりますけど、このアクアメンティはコスト5で、レベル9で総合ダメージが480。あれ、これ時と場合によっては攻撃していいんじゃないの？こっちが体力勝ったりとか、相手が死にそうな時いいよね。ダメ？いい、間違いない。でもこれが本当に当たるのかわからないですよね。わからない。ちょっと試してきました。ご覧ください。はい、水路来ました。アクアメンティいきますよ。当たってる、当たってる。ちゃんと唱えて、ほら、当てることできるんだって。で、ちょっとスローでね、ダメージを見てください。これ僕も知らなかったんですが、ダメージ見て、最初48なんだけど、だんだん上がっていくの、53、58で、アクアメンティの詳細のところをちゃんと読んだら、同じ敵に連続して当てると与えるダメージが増加するんだって。そしてこれ合計してみたら、なんと696、約700ダメージも与えてます。相手の水路は多分、400ダメージぐらいだよ。やばくない？やばいよこれ。もちろん水路は他の敵もね、巻き込んで、与えるので、総合ダメージとかとなるとね、あれかもしれないんですが、コスト5で700ダメージというのは非常にね、魅力的だと思います。でもこれ、水路打った方が動いてないんですよね。もし動いたらどうなるかもちょっとテストしてきました。はい、敵が移動します。アクアメンティ気づいて逃げてるんですが、どう、ほとんど当たってない。一発以外当たってない。はい、スローで見てみましょう。敵がね、アクアメンティ気づいて逃げるんですが、全然当たってダメージも上がってますよね。はい、ここで一発外れるんですが、あとは多分当たってる9回ぐらいですので、前段当たってさっき700ぐらいだから、多分600ダメージ以上は出てると思います。ですので、敵がアクアメンティに気づいて逃げたとしても、この水路と平行ラインなので、かなり当たるんですよね。
でも何回かやったんですが、ちょっと最初の角度とかずれてると当たらない時もあります。はい、もちろん水浪は X パルスをコスト2かな、あれで、炎症遮断させる方が、いいと思うんですが、このアクアメンティね、何回も言ってる通り敵がもう死にそうとかね、こっちの方が体力多いからということで、時と場合によっては使えると思うんですよね。もちろんアクアメンティ使った時に間にね召喚とかいた場合は召喚に当たります。それもね倒してくれるので悪くはないと思います。はい、ですので皆さんもね、防御だけじゃなくね、このアクアメンティで倍返し、もう倍返し近くまでいってるよね、700ダメージ与えてみてはいかがでしょうか。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。